はい、おはようございます。アンクルです。今日はねめちゃくちゃいい天気です。ただいま時刻10時10分ぐらいですけれども、お花見日和ですね。今日は天気もご覧の通り春霞で、ここ2週間近くね雨も降ってなくて絶好のお花見日和です。満開ですごい各地の、桜の名所っていうんですかね、そういったところはかなり人出が多いと思います。もう行くとこ行くとこ人だらけになりそうな雰囲気ですね。かなりいいお天気で風がないのでね、花もまだまだ桜吹雪にはまあ、もうじきになるかもしれないんですけれども結構頑張って咲いております。今日も、路上の上からおはようございます。今日も一日よろしくお願いします。今日はですね久々に数ヶ月ぶりかでですね、ラーツを企画いたしましたので、これからラーツに出かけていきます。いつもだとソロで行ってるんですが、今日は会社の同僚とですね、ちょっと行ってみようかということになりましたので、今から、昨年やってた、2回ほどねラーツとかコヒーツとかやってたところの方に向かっております。まあ1時間足らずで着きますのでね、全然そう遠くはありません。着いたらまあ11時ぐらいだとは思いますけど、お昼前ということなので、まあ、準備してまったりした時間を過ごしたいと思っております。今日もよろしくお願いします。アンクルです。ちょっと口が乾いてきたかな、なんか飲みたい感じもしないでもないですが、まあ、ラーツの後はコーヒーでも飲んでまったり半日過ごしたいなと思います。こっち方面ね、今年は初めてかな、3月の終わり、もう4月が来るということなのでもう大丈夫だと思うけどね、もう10時過ぎているので、全然凍結だとかそういったものはないと思います。よいしょ、よいしょ、おお、でした。あ、いいな、そんなんで飲めるんだ飲めるやつがない、つけるところがないな、もうちょっとごちゃごちゃしすぎやな、モニターがなんかおかしいぞ。うまく撮れてんのかな。よっしゃ、ちょっと久々にスイッチオンしてみようかな。 LED スイッチオン、おー、めっちゃ綺麗です。自分では見えない、あんまり斜面は好きじゃないので、
ですね。1245m、スイッチオン。ワイルダーオンしました。で、サビ。バイク来た。あれ3台来た。ウスロ3台目来たんだ。絶対来ないと思ってたのに。こっちの方なんて多分ないと思ってたのにな。なんかパキ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 言うな。何がパキパキ言うんだろう。散歩区場よいしょ。うん、めっちゃ近いとこ。なんか2人乗っちゃったらおかしいもんな。あ、そうそうそう、これなら大丈夫だ。後ろにあのパニアケースがあるから。え、ダート？ダート、これ違うじゃん。これ道じゃないやん。落ち葉や。狭っ。うん、誰も通ってないから落ち葉が真ん中にあるもんね。落ち葉の上はツルンと行っちゃうからな。枝がこんな風に出てくるところもあるから気をつけないといかんで。おお、危ねえ。言ってそうから危ねえ。顔もカバーしとかないと怖いな。枝が横とか出てきたりして、土と落ち葉とそこら辺はやっぱり怖いとこだな。危ない、増水か。まあダメっ子だから今は水がほとんどないな。
なんだあれ。マジ。いきなし車が来るのかよ。ビビったな。めっちゃビビったな。なんだろう。もうダム湖か。ダム湖だな。クレダダムだな。これで写真撮るのかな。よいしょ。今どこだっけ？黒田ダム貯水池。へえ。はい、オッケー。曲がれるかな。なんとなく曲がれるような気がするんだけど。うん、いけるね。なるダムじゃないの。よいしょよいしょ。しゃあ、おいおいおい。お、ゴールが見えてきました。やっと出たぞ。はいはい。オッケー。してですね、コーヒーも飲んで、ちょっとダム湖の黒田ダムをちょっとタンデムで散策してきました。これからね、どんぐりの道の駅の方に行ってみたいと思います。ここからすぐなのでね、まあまだ12時半過ぎなので全然早い時間です。ほんとあったかい。仕事の声が聞こえてきます。明日からは仕事になります。という
ということで今日はバンドさんの道の上からラーツでした。どうもご視聴ありがとうございます。イエイイエイイエイ。よし。